はい、はい、ただいま。おっと、うん、簡単なコメントを送りますってあったから、うん、かなと思ったら、あった。結構がっつりがっつり来てね、うん、ありがとうね、いつもね、コメントね。眠いのにね、俺のね、この遅番とか早番とかそういう周期に合わせてくれてね、ありがとう。あとね、ここのね、ここを作っている時に うさぎが奥で跳ねていたのがとても可愛かったですって気づいてたんだよね、実は。で、今この下にいるんだよね。ひどくなったら、私なさっきチラッと見たと聞いたんだけど、あいつピョンピョンしてるなとか心の中では思ってたけど声には出せなかった的なね。あれ、これもしかして中入ったんじゃないの、自分で。目がちってる。どうやらアップデートでウサギのリスポーン、あースポーンが、厳しくなったみたいなんでね、オオカミとかそういう感じで多分移動しちゃうのかな。ちなみにコメントの方がウサギじゃない羊毛確保とカボチャ確保だったのですが、奇跡的にやっておいたので OK。 そしてピンクのガラスをもっと、ピンクガラス1個回収だったあったけど、あっち置いてやっても多分使わないと思うので全部回収してきちゃいました。で、かぼちゃは前回じゃないさっき回収した。で、羊毛も確保したということで下準備、これが、次回以降使いますと。今回使うアイテムなんですが、ちょっと待ってね。今回使うアイテムがガラス白2個ちょっと待って、ガラスをとりあえず取り出そうか。ガラスを、あった、あ、あるわ、足りるわ、だろ、これ。ガラス白2個、薄灰色を2個、灰色2個、黒2個、ジャックさんが、必要と顔向きしてあり、うん、また準備しながら、感想というかコメントがね来てたんでね。ともさんがウサギ小屋の裏手側に白樺で別ルート用の通路を作ってた時、ともさん左手に人参を持っていたので、その人参に反応してウサギが生きていましたよと。その仕草が可愛くて、けなげで、すごく可愛かったですと。それをね、見越しての、あえての虫。ではないです。それから近くの森にウサギの中に入れてほしいと。今回のアップデートウサギのスポーン条件が厳しくなったし、ウサギは大事にしましょうと。ウサギは全6種類いて、あとは、白黒のプチ模様を連れてくればいいと。だから、いなくなっちゃう前に連れてきておかないとまずいんじゃないかということだと思います。で、ジャングルの階段の向きが変わってますよと。おそらく前回通ってしまったかな。なんだこの階段つって通っちゃったから。それで、あ、この城かな。前回行ったの。違う。これだね。変えちゃったんだよね。これね、ありがとうね。気づかなかった。直しました。羊苦労してましたね。カチカチ攻撃よりジャンプクリティカルはどうですか。あ、そっかこれだと投げ払いにならないのか。そっか、矢を使うよりその方がいいなね。貫通してしまうというハプニングがね今回あったからね。徐々にこうね、ミスを、ミスから、失敗から学んでいこう。
で、あとはクリティカルヒット発動条件、ジャンプの落下中に攻撃、ジャンプして着地で飛んじゃなくてジャンプしながら、うん、むずくない？落下中、ジャンプした瞬間でも着地した瞬間でもなく、降りながら殴る、降りながら殴る、難しいな。ちょ、コメント見ようとしたら危ない。いや、避難、あとは写真の撮り方が下手だな、ちょっと画像が悪いぞ。ガラス4色分7秒寿命を逆にして変更。あ、今回は前回置いたのの変更と、茶色、黒、灰色、透明、なるほど、並び順を変えていくと、前回の壊して並び順を変えていくと、 OK。 あ、アラーム再起動してね。じゃあ、びっくりした。こうか、ちょっとゾンビの鳴き声の、うーが超怖い、低い部分が超怖かった今。はい、ガラスが茶色、黒、灰色、灰色、白、1、2、3、4、5、じゃないよ、あ、茶色までをとりあえず割ろう。で、黒で、白、バカー。これだからもうすっと、何色あった、これか、これだな。トン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 、こうかな。続き、ちょっと待って、画像の撮り方、写真の撮り方がちょっと本当に下手くそだ。ギリギリ切れてるじゃないか、4ABA、 あそこの中をやるので一旦出てこよう。ゾンビやらクリーパーやらが湧いてしまっているからね、それはまずいかね。おやすみなさい、おはようということで、クリーパーさんは消えないと。あ、超前までソロ装備、走れない、クリーパーがいるからやめとこう。エンチャントされてた、誰落とした、冬眠性格で。はっはっは、超早打ち、右手と左手に矢を構えたらどうなるのか、両方から射されるのかな。ちょっとやってみよう。やってみよう、ちょっとやってみよう。それ矢の両手持ちどうなるのかって、ちょっと気になっちゃった。それはね、超すごくない、両方から矢が発射されるって。でもこれ、あ、そうでもないな、そうでもないな、左手打った後右手を打つ的な、そういうあれあんのかなと思った。前耐久値減らしちゃった、こうなんだろう、連射速度アップ的な、右打った瞬間左すぐさって引くかと思ったけど違ったね。一旦すいません。はい、空中にジャックさん
40個、120個設置。場所は ABA の枠の上7個目に、7個目 ABA の枠と同じ形で置く。川の向きはすべて空中通路へ向ける。作業の仕方は最初1箇所に A の枠の上に砂利6個積んで、その上に7個目に弱酸を置く感じ。撮らなくても簡単な作業だから大丈夫だよって言ってたけど、時間来た。簡単な作業じゃなかったぞ。7個目にジャックさんを上に、だから6個砂利を置く。6個置いて、空中通路側を向けて置くで、連打すれば置けるんじゃないか。来た、あれ、お、砂利が消える前に置く。土に変えよう。で、それはダメ。上から見たつ。ちょっと待って。これ置く場所間違えてるかな。空中にジャックさん各40個120個設置。これ動画1時間超える。ここ最近30分ちょいで動画を終わらせるようにしてたけど、それが短く感じたいみたいでね。短く感じたから、コメントをね、多めに。みたいだけど、ちょっと分量計算、ちょっとそれはあれだね、計算ミス的なあれだね。長すぎちゃった、逆に長すぎちゃったから2回に分けてるパターンね。結果ね、結果いつもと同じくらいの時間になってしまうっていう、そのこれ。いやー、ちょっともうちょい待ってればよかったな、やっぱり。ちょっと待って、置く位置をもう一度確認しよう。ここじゃない気がする。空中に弱酸 40×120 かける、かけないで 40×120 はしてたもん。枠の上に7個、枠の上7個目、枠と同じ形で置く。川の向きすべて空中通路。作業の仕方は、砂利を積んで7個目に弱酸を置く。40。どこに40計120だけど、12345678910181。待って、この枠に沿って
で全部置いていく。そうすると120円になると。あー、オッケー。ちょっと待って、先に置いちゃおう。いやー、チラッと見てね、あ、結構あるなーって思って言ったけど、まあ量はいっぱいあるけど内容はそんなんでもないよって言われてたから、あ、そうなんだっていうね、そこの一瞬油断させておいてからのあ、意外とボリュームがあるっていう、そういうね、例えが思い浮かばない。たまにね、マクドナルドのクーポンとかでさ、普通のセットじゃなくてさ、L とかあるじゃん。フライドポテト L、ドリンク L みたいな。普通のセットだと、まあなんかこう物足りないからっつってさ、L だか。L いいなっつって。LL セットというね、通称言われて、あのセットを。意外と多いっつって、ちょっとポテトが多すぎて飽きてくるなっていう、そういうパターンね。あれだってポテトがお腹いっぱいになるパターンだから。LL セット。そんなないと見せかけて意外といっぱいあるみたいな。この状態でアーチャーが湧いて弓打たれたら落ちるからね。それ以前にここから落ちたら大変っていう、危ないよ。ここから落ちてさらにそこにゾンビとかアーチャーの追撃を受ける、死亡フラグがもう立ってる頃だからね、経験値的に。あれ、俺1時間撮ってるんじゃないこれ。あれ、もう1時間経った。最初何時って言ってたか、0時5分とか言ってたような気がするんだだよね。0時5分とか言ってるの俺。1時間経ったら、あれ、なんか向き違う、合ってるね、大丈夫だね。ここで間違ってるっていうのはなしにしようね。チェック。はあ、ほうほうほう、なんかこの砂利を置いた部分が柱に見えなくないね。なんか一つ一つ小屋としてなっていきそうだね。このままジャックさんが屋根として使われていくみたいな。で、ガラスの部分は何も置かない的な、もしくはこういう風に
通路、この通路は別に撤去してもいいんだけどね。あ、どうやって降りよう。よいしょ。問題はあの土をどうやって取ろうか。届くか。届くな。縦にしといて。頬が痛いぐらいだよ。うん。はあ、なんかかっこいい。奥と手前のこの感じ。かっこいい。王冠みたい。王冠が3つ並んでる。なんか召喚されるんじゃないか。ジャッコーランタンの。キングジャックオーランタンが召喚されるんじゃないかな。そんなんないけど。いやでもこれでね、無事完成はしました。うん、ただ動画の長さとしては2回に分けてると思うんだ、多分。うん、もしくは1回でギリいってるかな。うん、40分とかなら40分から、うん。まあ、50分ぐらいならまだギリ1回でいつも配信はしちゃってるんだけど、1時間ってなっちゃうとね、編集中の画面で言うと60分っていう単位じゃなくて1時間ってなっちゃうからさ。うん、表示が変わるからさ。そこでちょっと、やべえってなっちゃうんだよね。それが60分っていう表記だったらね、まあ、別にいいって思ってアップしちゃうんだけどさ。50、59からの1ってなるとさ、はっってなるよね。ちょっと待って、土が落ちて。いやー、かっけー。これでね、この輪っかによってなんかこうシール、見えないシールドが貼られてるね、ここに。そうであると信じたんで。きっとそうだ。ここにはね、ここから、見えないジャックオーランタンパワーがね、発せられていて、守られてるんだ。どういった？どういった？どういった？いや、遠く行った。めっちゃ遠く行った。バレてなかった。
まあいいや、こっちとあっち一体何ができてくるのか、こうご期待ということでね、一番俺が期待してるんだけどね多分ね。とりあえず今回は無事終わったということで、1回か2回に分かれてると思うので、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。そしてコメントありがとうね。質問コメントなどある方は下のコメント欄もしくは ASK.FM までよろしくお願いいたします。以上、赤大好きともがお送りいたしました。あばね。